リサです。今日はアリサが原宿のダイソーで見つけた新作スライム&スクイーズを紹介していきたいと思います。ティアラチャンネル。新作ものは早く紹介しないとブームがふわーっと過ぎていくので、早速紹介していきたいと思います。じゃーん、こんな感じです。めっちゃあるよね。もう手に持てなかったけど、あと2つもありますので、それでは早速1つずつ紹介していきます。はい、まずはこれはハーバリウムってみんな知ってますか？なんかオイルとかにフラワーを入れてめっちゃ綺麗にするみたいなやつで、スライムバージョンがありました。こんな感じになるっていう。次はこのうさちゃんのです。イースターだね。イースターエッグみたいな感じです。可愛いなと思って、この他にも色がありました。ピンクとか黄色とかありました。次はこのうさちゃん、くまちゃんとパンダちゃんです。即買いしました。これはもうほんとこれ 100円って思って買いましたよ。はい、これはグリッタードロネーバーです。で、ピンクとパープルがあります。でね、これね、裏見たらすごいんだけど、ほらめっちゃキラキラしてるし、型もついてて可愛いです。型もついてます。これはペチャッと星空広がる、星空ペチャッとっていうやつですね。めっちゃもうこれ水色もあって、見た瞬間めっちゃもうすごいと思って買いました。すごいよねこれ、星空。はい、これは新感覚のグニュグニュの消臭坊主みたいな坊主この電球ソーダの中にぷよぷよボールがいろいろ入ってます。カラフルでかわいい。これの黄色バージョンもありました。はい、これはエッグです。あのこれ朝カゴに入れた記憶ないんですけど。ティアラチャンネル。はい、これはエッグです。エッグエッグ。早速触りますね。シリコン系ですね、これ白色は。めっちゃ伸びます。じゃあ早速。うおー、音がペチャペチャっていう。本当の卵みたい。後ろも可愛い。半熟卵みたい。あれですね、電球ソーダです。ここゴムがすごい、ほらめっちゃ気持ちいい。ワインみたい。あ、フライドチキン。ほら、わかるよね。こうやって持ってくる。パクパク、すごい。これ音フェチに最高のやつや。ほら割れそうで、これこれ音がいい。これはとにかく音がいいスクイーズですね。はい、次はこれですね。ペチャッと。え、めっちゃ柔らかい。見て見て、星がさ中でチラチラって。あ、わかる。チラチラって、めっちゃ綺麗じゃない。ティアラチャンネル。はい、これはドロネーバです。これね、アレンジができて、スパンコールを入れたりビーズを入れたりしていいそうです。で、オリジナルのドロネーバを作ってみようっていう感じのものです。じゃあまずピンク、ピンクちゃん巻きます。おお、見て空気が、わあ、おお、わ、なんかネバネバしてます。ほら、これは絶対ひっつきやすいですね。発泡ビーズとかを自分たちで作ったスライムに混ぜたらすぐポロポロってなっちゃうんですよね。だけどこのスライムはめっちゃいい。練れば練るほど弾力が出ます。なんか美味しそう。
次はこのアニマルのスライムです。クマちゃんです。開けます。おお、これまさにすごいですね。お、プルプルしてる。なんかさっき紹介したスライムと全然違う。めっちゃパールが入ってて綺麗。真珠みたいな感じ。たくさん入ってるし、もちもちしてます。これてかめっちゃ綺麗。さっきのピンクと比べると全然違います。ほら、パンダです。おお、めっちゃ綺麗。なんか触り心地がこっちの方が弾力がある感じがする。てか真珠みたいでめっちゃ綺麗。ほら、めっちゃ綺麗です。てかこれ音がいいですね。ほら、もう見た目もいいし、音もいいです。で、これはウサギちゃんなんですけど、黄色とかピンクもありました。おお、めっちゃ入ってる。すっごい。もうこれだったら卵ですよね。魔女の卵みたいな感じ。おお、めっちゃ弾力があります。下の方にラメが、なんて言うんだろう、沈んでて、ジャリジャリしてて気持ちいい。手にめっちゃつく。すごい、手が輝いてるわ。めっちゃ綺麗。これ弾力がある感じのスライムです。ティアラチャンネル。はい、ということで次はこのハーバリウムです。こんな感じのスライム、試験管スライムとかでよくありそうな。ゼリーみたい。すごい綺麗。めっちゃ綺麗。新体操とかでありそう。はい、じゃあ次はこのフラワーを入れたいと思います。なんか実験みたいな感じだね。じゃあまずはこうやってするから、一番上にこういうお花を入れたいな。これがいいかな。お、入りました。みのちゃんの札届きそう。こっち側にしよう。はい、オッケー。はい、完成しました。ということで、今回はアリサが原宿のダイソーで見つけた新作スクイーズ&スライムを紹介しました。これは原宿じゃなくてもうどこでも売ってると思うので、皆さんぜひ買ってみてください。ということで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。